はい、この度株式会社、栃木ブレックス、今シーズンから、いよいよですね、B リーグが、スタートいたします。この、2016-17 シーズンの、スタートにあたりまして、私どもリンク栃木ブレックスとしましては、新入団選手として、落合智也選手と、契約を、することに、なりました。落合選手なんですが、身長が195センチ、体重が93キロ、年齢の方が29歳となります。大学の方は、法政大学でございまして、2007年にはインカレ、準優勝、また2008年には個人で、U24 の日本代表候補にも、選ばれております。昨シーズンまでは、NBDL の、大塚商会アルファーズというですね、チームの方に所属をしておりまして、今シーズンから、リンク栃木ブレックスの方に、入っていただくような形になります。落合選手なんですが、3×3 のですね、方でも非常に活躍をしている選手でございます。私どもの、運営をしております、プレミア.exe の、レックス.exe の方にもですね、今所属をしておりまして、現在、2大会、やっておりまして、優勝優勝という形で総合では今現在2位という形で、これから7月の末に行われます、ワールドツアーマスターズの出場に向けてですね、頑張っているような形になります。はい。落合選手の特徴といたしまして、非常にですね、この 3×3 等々で、経験を積んでいる中でいくと、非常に体が強くてですね、外国人選手にも、マッチアップができ、またバスケットに対する姿勢というものが非常に頑張れる選手だと思っております。私どものチームの中でも、そういった部分をですね、存分に発揮していただいて、ぜひですね、リンク栃木ブレックスの、勝利のですね、貢献をしてもらえればなというふうに思っております。はい、私からは以上になります。はい、では続きまして落合選手からご挨拶させていただきます。皆さんこんにちは。本日はお忙しい中このような機会を設けていただきありがとうございます。私は落合智也と申します。で、大塚商会アルファーズから移籍してきて、で現在はブレックス.exe 3人制のチームに所属しながら、このように5人制のブレックスのチームと契約できたことは本当に嬉しく思っています。で、3人制ではまだまだその、2大会優勝してますけど、これから気を引き締めながらやるとともに、今日はブレックスの練習も始まりましたので、同時に両方の方を盛り上げて結果を出していければと思うので、今後ともよろしくお願いします。はい、では、皆様から、いくつか質問あれば受けたいと思います。幹事社から質問ありますので、各所さんお願いします。はい、はい、NHK の島田です。よろしくお願いします。落合選手にお伺いしますが、このトップリーグでプレーするということについてはどのように感じていらっしゃいますか？僕は北海道アルファーズの NBDL で3シーズンやっていたので、トップリーグでするプレーをした経験がないので、どこまでできるかっていうのは正直不安もありますけど、やっぱワクワクしている部分が大きいので、試合はたくさん見てきましたし、自分がこのブレックスに入ったらこういうふうにしたいとか、こういうプレーをしたいとかいうイメージは膨らんで入団したいので、それを存分に出せればなと。ご自身の役割は、本当に泥臭い部分だと思います。その部分を出せれば試合にも出れると思いますし、活躍できると思うので、とにかくその泥臭い部分を出せればなと思います。ありがとうございます。はい、はい、他にあります。三権の高橋と申しますが、身分というか所属は結局その3倍の方と両方に置くということになるんですか？そうですね、二足のわらじじゃないですけど、両方やっていくことになります。下野新聞の藤田です。よろしくお願いします。久保田社長に質問なんですけれども、はい、その3人制と5人制とこう日程的にも体力的にもだいぶ厳しくなると思うんですけれども、はい、そこら辺の兼ね合いっていうのは
どうお考えでしょうか。はい、そこの部分に関しましても、まあ、落合選手とも、事前にですね話しておりまして、まあ今は 3×3 の部分もシーズン中ということもありますし、まあ、ちょうど、被る時というのは最後、まあはい、には隠されませんので、まあ、その前までの、まあ、練習の参加ですとか、またプレシーズンゲームとか、まあ、そういったところでひょっとしたら日程的にかぶってしまうような状況はあるかもしれないですけれども、まあ、その時の状況に応じて、どちらを優先するかというのは、話し合いながら、やっていきたいなというふうに思っております。はい、先ほどの6歳部分が落合選手にしたいんですけど、はい、6歳部分がというのを自分でおっしゃってますけど、3人制と5人制でまた違うと思うんですけども、はい、もうちょっと具体的にその泥臭いところっていうのは自分の持ち味っていうのは5人制ではどういうプレーになるんですか。5人制ではもうリバウンドとディフェンスだと思ってますね。先ほども鎌田社長からもおっしゃられたように、外国人にマッチアップしたりする機会が多いと思うので、そういった部分で体を張って止めることができればチームの勝利に貢献できると思うので、そういった部分でまずは自分の仕事をして、そのプラスアルファ得点に絡んだりとか、そういうのをどんどん一つずつ増やしていければいいかなと思っています。はい、他にありますか。毎日新聞の小田と申します。落合選手に質問なんですけれども、5人制よりも3人制のチームの方が早くプロ生活を始められたんですか。いえ、まあ、3人制僕は2012年からやってるんですけど、プロの選手ではなくて、まあ、仕事をしながらプレーしていたの で、その後に大塚商会アルファーズに入団して、まあ、二足のわらじじゃないですけど 3×3 も同時にやっていたので、まあ、本格的にやり始めたのは、まあ、大塚商会アルファーズに入ってからです、はい、3人制と5人制の違いっていう部分ではどういう部分なんですか。もうこれは全く違う競技だと思っていて、まあ、3人制だと個人にかかる責任感じゃないですけど、まあ、得点も取りに行かないといけないので、まあ、5人制だと戦術だったり個人個人の役割があると思うんですけど、まあ、とにかく展開が参議院選は早いので、戦術組んでいる時間もないですし、もう個人の状況判断に任せられるので、全く別の競技だと思ってますね。その、まあ、参議院選のプレー経験が豊富な方がこうブレックスに入ってきて、その参議院選でのこう経験の中で活かせる部分というのはどういう部分になりそうですか。まあ、これは外国人とマッチアップする機会が多かったので、3人制で世界大会に出場も多く経験して、やっぱそういった部分が5人制でも生きてきますし、あとは自分で打開しなくちゃいけないっていう、まあ、メンタリティもそこで養われましたし、そういった部分では通用するんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、他にありますか。下北新聞です。何度かプレーをこう見る機会が少しありまして、まあ、私の印象だとオールラウンダーっぽいこうプレイヤーなのかなっていう、まあ、勝手な印象をこう持ってはいるんですけれども、まあ、ご本人の中でまあ、どういったポジションが一番こう自分に合ってるかしっくりくるかっていうのは、その5人制に身を置いたときにどのように自分で考えてましたか。まあ、5人制ではまあ、ブレックスに入団してからは、まあ、アウトサイドのプレーももちろん求められると思いますし、まあ、インサイドのプレーもできなくちゃいけないんですけど、まあ、とにかくその外国人相手にどうできるかとか、日本人の他のビッグマンに対してどうできるかっていう役割が大きくなってくるので、その相手に合わせてどういうプレーをするかだと思うので、まあ、オールラウンドにプレーしなくちゃいけない部分はあると思うんですけど、個人的にはやっぱり4番ポジションという、まあ、インサイド気味にはなるかなとは予想してるんで、そういった部分でその4番ポジションという役割をしっかり果たしていければなと思います。あと1点、はい、3人制でもそうなんですが、その背番号は何か理由があってますか。あ、もうこれはこだわりがあって、デニス・ロッドマンってロッドマン、はい、がもうすごい憧れてまして、はい、まあ、彼 の, そのリバウンドだったりディフェンスだったりを
僕はもうちっちゃい頃から見て憧れてたので、まあ、番号を選べるときはもう91番を選んで、その番号に恥じないようなハッスルプレーをできればと思って常に91番をつけてます。ロドマンのプレースタイルをこうやっぱ目指すものとがあって、まあ、自分のプレースタイルに今なってるっていうことがありますか？そうですね、やっぱりその91番つけてるっていうことは、まあ、多くの人はデニス・ロドマンは好きなんだろうなって思うので、そこでやっぱりリバウンドとディフェンスサボってたら全然違うじゃないかって言われるんで、そこはやっぱり責任持ってプレーしたいなと思います。はい、はい、他にありますでしょうか？じゃあ、内容であれば、最後に、撮影の対応させていただきたいと思います。はい、皆さんご自分の方が前にご利用いただきたいと思います。